ローカルエリアネットワークとは企業、館長のオフィスや工場などの事業所、学校、家庭などで使用されるコンピュータネットワークである。競技にはイーサネットに代表される通信ケーブルとデータリンク層の技術方式、比較を指し、講義には事業所内、家庭内で使用されるコンピュータネットワークと情報処理システムを指す場合がある。本校では 競技の技術方式、規格について解説する。歴史的経緯から初期の技術規格として可能な配線長が数百メートル程度であったことから室内、建物内を主な対象とする意味でローカルエリアネットワークという名称であるが現在では数十キロメートルの延長が可能な規格も存在する。バスネットワークトポロジを使用した。 ローカルエリアネットワークの概念図。LAN の標準化組織である米国電気電子技術者協会や国際標準化機構での定義によると限定された広がりを持つ地域でコンピュータをはじめとする様々な機器の間で自由に情報交換ができる。導入したユーザーが主体となって管理、運営する。異なるベンダーで作成された機器を LAN に接続でき、相互に通信可能。 といった特徴を持っている。本校では、競技の技術方式、企画の種類と歴史を概観する。個別の方式の構成や動作については、それぞれの見出し項目を参照されたい。また本校で解説する単独の欄を複数、組み合わせた講義の欄である事業所内、欄、企業内欄などについては、該当の節を参照されたい。欄が商用化される初期の時期に規格化された欄の、 種類には次のものが存在する。このうちイーサネットが商業的な普及を広め、以後それを高速化した後継規格がデファクトスタンダードとなっている。近年は無線方式による無線 LAN も普及している。ホーンプナは家庭内の季節電話線を利用する LAN である。季節の伝統線、配電線を利用する PLC も家庭内 LAN の新技術として注目されている。 ランの発祥の一つであるイーサネットは1973年にベーゼ・ロックス・パロアルト研究所でロバート・メトカーフを中心に開発された。これに先立つ元となる研究として1960年代中頃のポール・バラン、またはドナルド・デイビスによるパケット通信、1970年頃のハワイ大学における アロハプロジェクトによる多重ランダムアクセス通信方式の研究がある。1980年2月に IEE-800、e、に委員会が発足する。これは可変サイズのパケットを伝送するネットワークに関する検討を目的としたものであった。この年 Dix 企画の Ethernet I が発表される。1982年 Dix 企画の Ethernet II が発表される。 1983年 IEE802.30、e、ベース5が標準化される。1984年 IEE802.3A10、e、ベース2が標準化される。米 IBM がトークンリングを開発する。1987年アメリカ国家企画協会で不利が標準化される。1990年 IEEE802.3i10 ベース T が標準化される。1995年 IEE802.3U100 ベース TX が標準化される。1998年 i e e 8 0 2 3 z 1 0 0ベース SXLX が標準化される。1999年 i e e 8 0 2 3 a b 1ベース。 t が標準化される。2006年 ,IEE 802.3アン10 GPS, t が標準化される。その後、4 0ビティザーネット、1 0 0ビティザーネットの開発が続いている。レイヤーについては、OSI 参照モデルを参照のこと。トポロジーによる分類では、スター型、バス型、リング型の3つに分類される。これらは、各規格における、 電装媒体と接続機器の実装により形成されるものである。ランのトポロジーに関する議論は、電装媒体とデータリンク層を接続する、機器間で共有するイサネット、筆が原因であった1990年代までは意義のあるところだったが、その後のランスイッチの普及拡大により、近年ではほぼ全てがスター型配線になっている。各規格において使用する電装媒体が、 定められている。主な例としては、同軸ケーブル、ツイストペアケーブル、光ファイバー、無線が利用される。変調方式による分類では、ベースバンド方式とブロードバンド方式に分けられる。欄の最も基本的な構成は、ケーブルとデータリンク層を共有する単独の欄である。それについては本校で種類を解説した。企業などの事業所内で利用する。 コンピューターネットワークとしての欄では、複数の欄を、ブリッジ、ルーター、LAN スイッチを用いて接続し、ネットワークを拡張する。ネットワークの拡張にあたっては、LAN 技術以外に、シリアル回線、ATM、WDM 伝送装置などが利用される場合がある。講義の欄の構成や方式については先に述べたものの、他に、IP や関係する技術、 さらに上位レイヤーも含めた技術の複合体として成り立っている。これらの話題については、ネットワーク構築、システム構築の分野の技術として、関係する書籍などの情報を参照されたい。ありがとうございます。